でなんか唐突に深夜にねペコラッチョからねディスコのチャット来るんよ。それもねちょっとこの後話すんだけど、そのドラゴンボールの話もするんだけど、ペコラッチョからそうディスコ来て、多分あれかな、カカロットした後かな、配信終わった後、臨海ブラキ怒ってない時に壁ドンできたらいけると思うよみたいな来てて、マジと思って、ペコラッチョも応援してくれてるよと思って、ありがとうって言って、で団長さ、ドラゴンボールさ幼少期の途中しか見たことないけど、なんかサンキューなみたいな、そのシーンだけ知ってんの、大人の悟空がサンキューなつー、なんかすげえエモいシーンみたいな、それだけは知ってるから、とりあえずサンキューなと送っといたサンキューなって言ったらグッドマークついてたわ。ペコラッチョがそう、なんかね深夜にね、いつの配信だっけかな、まあ、日付書いてるかな、そう3日4日前ぐらいにいきなりね夜深夜にチャット、本当にねびっくりなんだけど、団長がお休みしてる時に、たペコラッチョあれかな、ドラゴンボールすんげーハマって感極まって送ったんかも。これ見て、ノエルかかるってやろうぜってきた、なんかそんなさモンハンやろうぜみたいな、すんげーハマってんだなって思った。今日って書いてるけど今日じゃないの、実際はこれね、びっくりしすぎて、これ現地撮っとこうと思って、いやペコラッチョこんなこと言うと思って、とりあえずねなんか嬉しくてスクショ撮ったんだけど、先週ね、先週来てスクショ撮っといた。幻かな、夢かなって思ったんよ。モンハンとかはさ3期生みんなにやっぱ布教してたから、もしかしてドラゴンボールもみんなに布教してるんかもしれんけど、ペコランチョがこんなね団長にね布教してくれんのめっちゃ嬉しいなと思って、距離が縮まってるやんと思って、嬉しい、ありがとうみたいな。ちょうど幼少期編で、そう幼少期の途中で止まってたから、え、すごい気になってんだよねって言ったら、大きくなってから始まるからちょうどいいよみたいな、幼少期編が終わってから始まるから、え、ちょうどいいよって言われたから、じゃあやるしかねえかみたいな、ほなやるしかねえな、やっと履修ドラゴンボールできるぜって送ったの。送ったらね、その返信が、ま、この返信でまちょっと終わるっていうか、ま他にもねやりとりあるけど、とりあえずこれだけ見せたい。ペコラッチョの好きなこれね、これ何ペコラッチョ嬉しい時さ、いつもさこのさ動いてるんだけど、ちょっと静止画で申し訳ない、なんかクリスマスツリーかぶったおじさんが踊ってる、こうやって踊ってるやつ来て、これやらなきゃなって思ったっていうね、この流れ可愛いなと思って、え、可愛くない、すんごいペコラッチョ可愛いなと思って嬉しくなっちゃったよね。だから団長もねカカロットしよっかなと、なんかとりあえず今ねどこまで見たかっていうと、占いババがちょっといろいろほにゃほにゃしてネタバレになっちゃうからさ言えないけど、感動的なシーンがあって、そこ でその後にさなんか敵動き始めて、でこいつらは悪いやつだから俺ちょっくらやってくるわみたいな、その悟空が言って、そこで終わってる。だから83話ぐらいアニメで言うと、じゃあちょっとやってみるか、やりたいなって感じではあるけど、今すぐじゃないかな。やるとしても漫画履修して、やるとしても土日の昼とかにやる。そう、今ペコラッチョがねドラゴンボールしてカカロットやってるけど、カカロットまだ終わってないよね。終わってないと思うし、あと続編とかもあんのかな。カカロット編で多分続きもきっとあるよね。もし続きとかさ許諾とか取れてやるんだったらね、もうやるか分からんけど、多分ドラゴンボール続くだろう。あ、ダウンロードコンテンツがあるんだ、なるほどね。じゃあまだまだ終わんねえぞ。あれ全然どんなちょ、悟空さんの真似的な、おめつえか、まだまだ終わらねえぞ。ちょっとしんちゃん入ってるんだよな、微妙に。え、脇役たちのサブストーリーとかもあるんだ。言うても今週中もある。モノマネしてない方が似てる説ある。なんちゃん、あれね、ドラゴンボールだとごはんくんだけできる。でビーデル知らんのよ、履修してねえから。やるんだったらもうなんか今ペコラッチ平日とかね、平日土日関係ない夜とかにしてるけど、まあ、団長土日のさお昼とかにのんびりやってもいいかなと思ったりもしております。まあやるとしてももうちょい先かな。